はいどうもタクタクです。モンスターストライク本日はガチャを引いていきます。ガチャといっても今日はフレンドガチャの、情熱の爆音シンガーエナ排出中ということでファミズのイラストコンテストで、手に入あの違う入選したかなの、モンスターが出てくるということですね。よしじゃあフレンドガチャ引きましょう。すごいフレンドポイントを溜まってるんですよ僕。全然フレンドガチャを引かないんで、なんで、まあ、ちょっとすごい久しぶりに引きます。どんなもんかな。ちょっと100連10連を10回やるって意味ね。100連してえなちゃんが何体出るのかというのを検証しましょう。ここでいきます。10連続。いや久しぶりだな。ちょっとやっぱガチャをねこうやって気軽に引けるっていうのはいいね。いけサクサク行こう。ここはまああんまり貯めるとこでもないでしょう。さあ金が出ればいい。金が、あ来た。お何、あまあストライクジュニアってこともあるからね。いきなりえな来たかもしれない。あ待って、星4、あ星5が配置されるのか。えなか、あエナだ、エナ、多分エナだってこれ。はい、おー一発で出た、一発で出た、一発っていうかまあ10連で一発で出た。はい、ちょっと見てみようか。はい、これね進化しないらしいです。マインスイーパーのロボットキラーで貴族、あれか貴族性ということはエナちゃんはあれですね、ギガマンティスですね多分。あれギガ、うん多分ギガマンティス、ギガマンティスに連れていくといいかもしれない。あーでもホーミングだくしな。まあわかんないや、わかんないけどね多分ギガマンですねお前の情報雑だなみたいな。ちょっとギガマンに連れて行ってみよう今度。はいはい、じゃあ次行きます。まずあと9回あと90年あと90年よっ。これ結構出やすいのかもしんないな。うんうん、あ出なかった。まあ、そうまくいかないか。満剣地か。このコケンチとかさいっぱい出てきますけど皆さんコケンチとかってどうしてますか。僕は、引き換えております。使わずにそのまま経験値くらないで、パワータスとかに引き換えてます。あ出た、お2つ出た、お2つ出た。これはあれだな、30回目。なんだろう、ストライクジュニアも混ざってんのかな。あれ、ああああ見た。これは今のところあれだよ、10回に1体の割合だよ。30回目だからね。はい40回目。ほっ、いいぞいいぞ、いい排出割合。これでもね運極にできないっていうのがね、ラック90までしかないからね。75でプラスラックボーナスで15つくっていう。ああ、ほんこれあれだ、本当に10回に1回ぐらいの割合。これで50回目ちょうど折り返し地点ですね。あーまた出た。まあ、ストライクジュニアが出ることもあるから、むしろなんならストライクジュニアが欲しいぐらいにして運極にしたいから。あ出ない、ストライクジュニア出ない。はいはい、あれこれ何回目って言ったっけ俺ちょっと待って俺これ何回目これ何回目って言ったっけ。今喋ってたら忘れちまった。あのねこれすぐわかるよねこの男が5体いるということは50回目、あと50回ね。ちょっと正の字を書いておこう、どっかに。そういうのが書きませんけど、はい60回目。また出るのかな。あまた出た、すごい。10回に1回の割合か、本当に。こうあれストライクジュニアが逆に排出されない期間とかそういうこと、そういうことじゃないのかな。逆にストライクジュニア出なさすぎないっていう。お金が1個出た、これもあれか。じゃあおお、ああここでここで来る君、ここでここでストライクジュニアが、はい出てきました。ストライクジュニア出てきた。これ70回目だからあと30回。ここで2個出てくれば今のところ10個に、あ1個出てきた。またストライクジュニアってことも十分あり得るからね。あ、ほら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 、あと20回ということはあれだね、今のところまあ20回に1回ぐらいの割合では確実に出てくるかなみたいな感じなのかな。急にペースが落ちたな。よし次でラスト、次でラスト。さあ行きましょう、ラストです。いけ、ここでだから一気に4体とか出てきたらもう
出てこねえそれは出てこないか。はいはい、どうしようかな。ラック、ああ出てきましたね、えなちゃん。よし、じゃあちょっと確認してみましょう。はい、出割合を、モスターボックスいか100回引いて7体なんで、10分の7の確率です。そのままそのままそのままだね。何パー違うわ、 100分の7か違う100分の7だから、まあ20回引けば1体は出るんじゃないみたいな、そういう割合です。雑。100回引いたら7割の 7% の確率で出ますよっていう、そういう感じです。いやだってそうだよね、100中7体出たんだから 7% でいいでしょ。そういうもんなのか分かりませんけど、統計学が分からないから、1万回とか引かないと正しい統計が分からないみたいなことを言い出されたらちょっと僕は分かりませんけど、まあ100回引いて7体なんで 7% っていうことにしておきましょう。はい、でアビリティが、まあ、さっきも言いましたけど、ラインスイーパーのゲージロボットキラーなんで、多分ギガマンに連れていけるんじゃないかなっていう予想です。でちょっとギガマンまでに、ギガマンつい来ない、あでもね俺ね裏技があるの、裏技というかあのクエストで、あれなんですよ、クエストチケットを持ってる、そういえばギガマンの。これでもすぐ検証しようと思えばできるじゃん。ほらこれあれなんですよ、モンスターマガジンモンスターマガジンの付録でギガマンティス当たったんで、ちょっと試しにねまた近々動画やるかもしれません。はい、というわけで本日はこちらですね、爆音情熱の爆音シンガーエナが100連したら何体出るかという検証でした。はい、結果は7体。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。